こんにちは、サンシャインチャンネルのひとみです。今日はサンシャインスクールソープカービングレッスン82番目のデザインを仕上げていきたいと思います。サンシャインスクールソープカービングレッスン82番目のデザインを仕上げていきます。まず石鹸のロゴを切り取ります。石鹸の中心に花芯を作っていきますが、今回使う花芯は花芯用リングの一番大きいリングを使っていきます。花芯用リングはサンシャインスクールのオリジナルのリングとなります。いろんな形の花芯用のリングが揃っておりますので、今日は一番大きなリングを使いたいと思います。石鹸の中心に合わせてリングを置きます。中心が決まったら軽く親指で押さえます。均等な深さにリングが入ったら上に軽く抜き取ります。花芯の周りを面取りをしていきます。花芯用リングを押さえてまっすぐ90度のラインに切り込みが入っているので、ナイフを少し寝せて面取りをします。外側からでも内側からでもどちらでも構わないので面取りをしていきます。面取りをするときに内側のライン、外側のラインを傷つけないように気をつけながら面取りをします。外側の面取りが終わったら内側の面取りをしていきます。ちょうどナイフの先が花芯リングを入れた一番下に行くように、そういう気持ちで面取りをします。内側からと外側と面取りをしたらデザインをしていきます。外側を少し広く取っていきます。内側の花芯の部分のこの端の部分を少し滑らかにしていきます。花芯が出来上がったら8等分します。少し深めにカットしていきます。真ん中を円錐を開けて少しくぼませます。カットした横に V カットを入れていきます。カットしたところに続けて横もカットしていきます。少し丸くなるような感じでカットしていきます。今回でサンシャインスクールのソープカービングレッスン82番目となります。丸くカットしていきます。8箇所丸くカットができたら、この先くぼませたところまでカットをしていきます。ぷっくりしたハートを作っていきます。1個ずつハートが浮き出るような感じで、ここの先の方もカットしていきます。今回でサンシャインスクールソープカービングの82番目のデザインになりますが、最初のデザインから見たい方はこの私のサンシャインチャンネルのトップページに行きますと、再生リストというのを作っていますので、そちらの再生リストから基本の一番から見ることができます。ぜひね、再生リストの方もご覧になってみてください。難しいのから始められないわっていう方は、簡単な基本のレッスンからまとめております。はい、こんな感じで1個ずつハートの土台を作ります。そして、丸く可愛くなるように整えていきます。はい、1個ずつハートの土台ができたら、ここの間にハートの切り込みを入れていきます。
くりとしたハートができるように V カットを真ん中に入れていきます。同じ形で同じ深さでハートの真ん中の切り込みを入れていきます。これが深かったり浅かったりするとバランスが悪くなるので、同じ深さで同じ形を作っていきます。ナイフがぴったりと当たるようにしっかりと作っていきます。内側にぷっくりとしたハートが8個できました。次は周りを彫っていきます。ハートの1個ずつ下に丸いレースを作っていきます。なみなみで可愛くちっちゃなレースを作っていきます。1個のハートに2枚ずつレースが入るようになります。同じ形で揃えてレースを入れていきます。なみなみギザギザでレースを作っていきます。レースができたらレースの後ろをレースが取れないように面取りをしていきます。少しナイフのお尻を落として斜めに面取りをしていきます。レースが切れそうになるのでナイフを少し上に引きながら面取りをしていくと綺麗に面取りができます。結構ここでレースが取れてしまうことが多いんですけど、ナイフを少し上に引きながら面取りをすると綺麗に取れます。はい、レースの周りを面取りをしたらもう一段この後ろにレースを作っていきます。なみなみギザギザでレースを重ねるように作っていきます。ちっちゃなレースです。なみなみギザギザで作っていきます。2周目のレースが出来上がったらまた同じように面取りをしていきます。ナイフのお尻を少し倒して面取りをします。レースが取れないように気をつけて面取りをしていきます。同じことの繰り返しですけど同じ深さで同じ幅で取っていきます。ハートの周りにレース二重のレースが出来上がりました。今度はまた8等分をします。この部分に等分をしていきます。ちょうどハートの形があるのでハートの形に沿って8等分します。 V カットを入れます。最初に作った8等分に合わせて等分をしていきます。均等に等分の V カットを入れます。 V カットを入れたら今度は S 字のラインを作っていくのでここの部分を少しくぼませます。3分の2ぐらいの部分をくぼませていきます。均等に同じようにくぼませていきます。1個ずつも作れるんですけれど全体のバランスを見る感覚で少しバランスを見ながら同じように均等割りでくぼませていきます。くぼませたらくぼませたところからなみなみでハートを作っていきます。この下の部分からこの S 字にラインに沿ってなみ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 入れてここでナイフをくるんと回します。そして反対側からもう一個くるんとくぼみを入れます。でここの中からハートの形を作っていきます。切り込みを入れてハートの形に作ります。作ったら周りを面取りをします。そうすると S 字のラインからくるんとハートの形が出来上がります。これを8個同じように作っていきます。なみ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 入れてハートの片方をくるんと抜きます。
内側からもう一個ハートの片側を抜きます。で、内側からハートの形を作ります。外側から切り込みを入れます。面取りをします。これを8個繰り返して作ります。中からナイフを入れてきて、なみ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  S 字のラインに入って、ハートの片方をくるんと抜きます。内側からもう一個ハートを抜きます。内側からハートのカット割りをします。外側からハートのカット割りをします。面取りをします。これの繰り返しです。8個同じように作っていきます。内側からなみ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 くるんとハートを抜きます。内側にハートを抜きます。ハートの形を作ります。反対もハートの形を作ります。面取りをします。面取りをします。同じですね。くるくるなみ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 ハートの形を抜きます。はい、内側からもう一個のハートを抜きます。ハートの形を作ります。周りからハートの形を作ります。面取りをします。はい、これを繰り返します。はい、内側からナイフを入れて、なみ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 ハートの片方を抜きます。内側も作ります。ハートの形を作ります。内側からと外側からと作ります。面取りをします。これの繰り返しです。内側なみ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  S 字に合わせてハートを抜きます。はい、内側のハートも抜きます。はい、ハートの形を作ります。はい、そして面取りをします。いっぱい練習ができるのでね、くるり抜く練習がいっぱいできます。はい、内側からなみ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 ぐるんとハートの形を抜きます。はい、内側もハートの形を抜きます。ハートの形を作ります。面取りをします。はい、これでくるんとしたハートが8個できます。そしてハートとハートの間を面取りをします。間を平らにしていきます。8箇所平らにしていきます。はい、平らに整えたら内側にハートを抜いていきます。ハートの形にカットします。で、上の方もハートの形にカットします。下から抜いていきます。透かし絵のようにハートが内側にできます。ナイフは90度にハートの形を作ります。切り込みを入れます。で、ハートの上に沿って切り込みを入れます。内側からハートの中を抜きます。ハートが透かしたような感じになってきます。これを8個作ります。ナイフ90度でハートの形をカットします。ハートの上になる部分をカットします。横からハートを抜きます。これを8箇所、ここのハートのくり抜きの下に作っていきます。ナイフを90度に入れないと、斜めに入れると石鹸が壊れてしまうので、
ナイフは90度にまっすぐ入れて横からまっすぐ抜いていきます。ハートが8個抜けて、内側にぷっくりハート、横にハートの抜き、横側にハート S 字とハート、その下に切り抜きのハートを作ってみました。いかがでしたでしょうか。この動画がお役に立ちましたら、グッドボタンやチャンネル登録、コメントもお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。